一等園本部入り口一等園本部構想院一等園農事研究所一等園とは西田天皇によって明治末期に設立された残悔奉仕団体で京都市山科区に本部を置く宗教法人格は持たず法人格としての正式名称は一般財団法人残悔奉仕公選林現在の当番は創立者西田天皇の孫の西田高留 一等園とは、西田天皇が始めた、争いのない生活を実践する一つの、道である。一等園は一つの宗教とも取ることができるが、特定の本尊があるわけではなく、修行者は大自然に向かって礼拝し、またその生活そのものを祈りとする、いわば原始宗教的なものである。同人それぞれは、自身の信仰を持つことは否定されない。その心情は、 大自然に許されて生きるというものである。大自然に許されて生きるとは、母が子に母乳を与えるごとく、人は生まれると大自然から、その生活の糧を与えられるのであり、様々な競い合いや争いごとをせずとも、裸一貫、無所有であっても、合衆を捨てて生きることに感謝し、それを奉仕という形で社会に還元すれば、人はおのずと生かされるという心情である。 本部では二百数十人の同人が共同生活している。また、組織形態としては、財団法人残下奉仕公選林として、建築、出版、農業などの就労をしている。同人らは法師での働きから得た収入を、自らの所有とせず、お光に捧げ、財団法人残下奉仕公選林は、その捧げられたもの、金銭等を、お光から預かったものとして、 その心情に従い運用する。一等円のものや金銭の扱い方に馴染む制度として、この財団法人という形態は取られてきたのである。社会的には、京都、滋賀をはじめとして、全国各地で家庭や学校、事業所等を訪問して、無償で便所の掃除をすることを活動としている。訪問の際は清掃用具一式を携える。しかしながら、近年は、 治安も悪くなり、一見の客をすんなりと家に入れることが少なくなったため、活動がやりにくくなっているが、報酬を得ずに、人の嫌がる、便所掃除をしてくれることに、感謝の意を表する人も、少なくない。一等への精神に賛同する信徒によって、三つとも会が組織されている。一般企業の新人研修等として、年に数回、取得研修会を開いている。一部の企業、 生徒は、念頭行願という修行を行い、トイレ掃除等を行っている。11月には、ダスキンの研修生や児童、生徒たちと共に、下月接進を行っている。この行事で一部の職員と男子生徒は、大阪の三角公園へ行願をしに行っている。スワラジ劇園は1931年に、一等園を母体に創設された劇団。サンスクリット語で完全、自治。 独立の意味がある。2003年に株式会社化。2020年に新型コロナウイルスの全国的流行による影響で公演の中止、劇場の閉鎖、学校の休校が相次いだこともあり、同年8月末で解散した。劇団員は最盛期には40人ほど所属しており解散時の劇団員は8人であった。ありがとうございます。